なんかフジテレビがまたやらかしたみたい。今度のやらかし具合は人として最低なんだよ。フジテレビが一体何をやらかしたのか。なんと、亡くなった上島竜兵さんの自宅前から生中継をやっちゃってるんだよ。やばくない？無神経すぎない？ではそんなフジテレビの愚行に関するツイートを見てみて。MI2 冷静さを失った過剰な詳細報道、呆れた自宅マンション前からの生中継。フジテレビってほんと最低。鉄と二郎。フジテレビ、ネタが入って他局を出し抜こうと慌てて速報を打って、じっと明確に死因まで報道して、さらには何を土地狂ったか、自宅前中継してしまうも、生出演中の鬼ママに報道姿勢非難されて、徐々に冷静になって、自宅前中継は中途半端に打ち切られた模様。ほんと信じられないよね。普通に考えれば、自宅マンション前から生中継なんて非常識だとわかるはずなのに、それがわからないフジテレビ。おそらくフジテレビは、他の曲を出し抜き、どの曲よりもいい絵を撮るという思いが先走って、このようなことをやっちゃったんだと思う。ほんと信じられない愚行だよね。ネットでも、フジテレビらしいといえばらしい。わざわざ自宅行ったのか。自宅に行く意味がわからん。何のために自宅に行ったんや。自宅まで行くとか昭和のワイドショーかよ。やはりとっさの時に本質というか本音が出ましたね。ガイドライン熟知とモラルが徹底されていない証拠。本来なら放送や中継出発前に上が止めなきゃ。どんだけ上島竜兵に世話になった。フジテレビよ。骨の髄までしゃぶるってか。腐ってんな。一番かわいそうなのはご遺族と個人はもちろん。読まされるアナウンサーもしかり。読まされる身になれって話ですよ。フジテレビの蛮行は、そろそろいい加減にするべき。フジテレビ終わってんなぁ。プライバシーとか完全に考えないんだな。醜悪でね、絶対テレビ見ない。ご家族の苦しみを和らげたい。最低なフジテレビ、腐りきっている。ゴミテレビに改名しろ。デイハで。やっていいことと悪いことの区別もつかんのか？などと、みんな怒り心頭状態。上島竜兵さんの訃報を報じることは、マスコミの仕事なのかもしれない。でも、わざわざ自宅マンション前に行ったところで、上島さんが亡くなった理由なんて何もわからないんだし、無意味でしょ。それなのに、わざわざ自宅マンション前で生中継を決め込むフジテレビ。異常の一言だよ。フジテレビからすれば、人の不幸は蜜の味なのかもしれないけれど、残された遺族の悲しみを考えたら、自宅マンション前での生中継は、人として非常識なことくらいわかるでしょ。フジテレビは、そんな簡単なこともわからないわけ？もうフジテレビは、一度停波にし、人の痛みがわかるような企業になれるよう、社員全員を、一から再教育した方がいいんじゃないの？あまりにも企業として、人として、ずれてるとしか思えないよ。